青州は中国にかつて存在した州。上古の中国の九州の一つに数えられている。具体的な区域については、少書では解体すなわち大山から航海までの区域とし、主来では西東すなわち中原から真東側にあたる地域であるとする。なお、少書は襲名の由来について東方は五行の木に属し、木は青色に対応するためであると説明している。 紀元前106年、菅の部隊が全国を13州に分割し、各州に市を設置した際、おおむね現在の山東省にあたる地域を、青州市支部都市、平原、戦場、災難、西軍、北海、東来、川、三河東、高密の旧軍を管轄した。全艦滅亡後の混乱期には、赤尾軍の根拠地となったが、三つ竹三角に破られた。五に入って、 リンを周知とした。五冠末期、青州は黄金族が大流行しており、青州の黄金族が中国北部を大いに荒らし、炎州に攻め込み192年に炎州志士の流体を殺したが、炎州志士となった曹操に黄金族の兵30万人、非戦闘員100万人が降伏している。曹操は、その中から精鋭を選んで自軍に編入し、青州兵と名付けた。 その後、炎章のこの炎誕が、高いや高優との争いに勝利し、聖州を支配したが、曹操に敗れて、聖州を奪われた。その後も聖州は、賊の創屈となり、治安が悪かったが、曹操の武将の増派、孫官、河口園、旅剣、剣招ネキラが賊を討伐し、聖州史史となった王が優れた政治を行い、ようやく治安が回復した。英以後の動乱の中で、 聖州は後、朝前縁、前進、南縁などと目まぐるしく支配者を変えることになった。劉竜の北伐により、東進が聖州を占領すると、東進はすでに現在のワイアン市周辺に、京州として、聖州を置いていたため、本来の聖州を北聖州とし、京州を南聖州とした。北義が聖州を占領した後も、この区分を襲い、聖州と、 南青州を平地した。東信の安定期に周知を東洋城に移した。北西の天保7年に周知を南洋城に移した。南朝宋の文定期に紀州470年に甲州に分割されるなど細分化が進んだ。随発には青州は三軍八県を管轄した。607年には軍政志向に伴い青州は北海軍と解消され。 下部に重権を管轄した。随朝の行政区分に関しては数を参照。党、北総でも青州は、軍レベルの地方行政区分として存続した。三島の用地として重視され、東大には、青州総管府が設置された。東末には、軍閥の大師藩が拡挙したが、公領に滅ぼされた。宋代には、京都あずまじの道寺となった。朝が州を占領すると、 1138年に、青州を駅都府と解消した。金末には、軍閥の利が拡挙したが、モンゴル帝国に滅ぼされた。明朝が成立すると、地方行政組織は再編され、1376年に、再び、青州府と解消された。中華民国が成立すると1913年に、青州府を再び駅都県と改名された。 1940年に河北政務委員会により、青州道と改名された。1945年に再び駅都県と改名された。1986年に研究士に昇格し、青州市となった。ありがとうございます。